皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。うるま市議会より令和2年9月第142回うるま市議会定例会に係る議会傍聴についてお知らせします。9月14日月曜日午前10時から9月15日までの間、議案に対する質疑などを予定しておりますが、議会期間中は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として本会議や委員会の傍聴を自粛していただきますようお願いいたします。なお本会議につきましてはインターネット中継を視聴いただきますようお願い申し上げます。詳しくはうるま市議会事務局までお問い合わせください。電話番号973-3511となっております。令和2年度狂犬病予防集合注射中止のお知らせです。令和2年度狂犬病予防集合注射は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。犬の飼い主は生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられており、狂犬病予防注射は最寄りの動物病院で随時受けることができます。また次の協力動物病院では狂犬病予防注射のほか、狂犬病予防注射済表や犬観察の交付手続きが可能となっております。料金や診察時間などは各動物病院にお問い合わせください。協力動物病院長峰動物クリニック、電話 979-0001 979-0001、 三郷動物病院電話 988-7878 988-7878、ホサナ動物病院電話 964-5837 964-5837、多摩動物病院電話 937-3737 937-3737、ペットメディカルセンターエイル電話 930-2222 930-2222、牧港ペットクリニック電話 879-1125 879-1125、ライカムペットクリニック 923-1222 923-1222、茶壇動物医療センター電話 921-7211 921-7211、フレンズ動物病院電話 926-2033 926-2033です。協力動物病院以外の動物病院にて狂犬病予防注射を受けた場合、動物病院で発行される狂犬病予防注射済証をうるま市役所環境課に提出して狂犬病予防注射票の交付を受けてください。詳しくは広報うるま9月号15ページをご覧ください。国勢調査へのご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染防止のため、原則調査員が調査票を回収にお伺いすることはございません。インターネットや郵送でのご回答にご協力をお願いいたします。日本に住む全世帯参加の国勢調査が始まります。
日本に住む全世帯参加の国勢調査始まります。5年に一度の日本で最も重要な統計調査、国勢調査を2020年令和2年10月1日現在で実施します。日本に住む人や世帯について知ることで、生活環境の改善や防災計画など私たちの生活に欠かせない様々な施策に役立てられる大切な調査です。みんなで参加して、みんなで日本の未来を作っていく、100年目のシャープみんなの国勢調査、9月14日からインターネット回答が始まります。詳しくは広報うるま9月号裏表紙をご覧ください。10月1日から住民票等の発行手数料が改定されます。住民票等の発行手数料については、合併以来見直しがされていないため、受益者負担の適正化に関する基本方針に基づき改定させていただくものです。料金改定は、印鑑登録に関する証明、住民票記載事項証明書または戸籍不票の写しの交付、公益交付住民票写しの交付、身分に関する証明、土地または建物に関する証明、税に関する証明、納税に関する証明、介護保険料納付証明、後期高齢者医療保険料に関する証明、公募図面等の閲覧は、現行9月30日までは1件につき200円のところ、改定後10月1日から1件につき300円となります。公募図面等の写しの交付は、現行9月30日までは1件につき200円のところ、改定後10月1日から1件につき300円、航空写真の場合は500円となります。また租税特別措置法施行令昭和32年政令第43号第41条及び第42条第1項の規定に該当するうるま市住宅用家屋の証明は、現行9月30日までは1件につき800円のところ、改定後10月1日から1件につき1200円となります。自動交付機またはコンビニ交付サービス用マイナンバーカードで交付する証明書の手数料は据え置きとなりますので、窓口で申請するより100円お得な自動交付機等をご利用いただきますようご案内します。コンビニ交付及び自動交付機で取得可能な証明書は、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部または一部事項証明書、戸籍の不票の写し、所得証明書、所得課税証明書、現年度分のみの課税証明書です。詳しくは広報うるま7月号7ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。